はい、皆さんこんにちは。ペラです。サカです。エイティブログです。前のビデオでカタカナドイツ語というテーマがあって、そのビデオで日本語に使われているドイツから来てる言葉を紹介しました。今回はそれを逆にして、はい、あのドイツ語に使われている日本語の言葉をちょっと紹介しようかなと思いました。ドイツ語で使われている日本語はもちろん、まあみんな知ってる言葉があると思うけど、うん、まあちょっと意外と知らない言葉とかもあります。俺は今日全く教えてもらってないからどんな言葉がドイツで使われてるかっていうのを想像しながら聞けばいいってことでしょ。なんかある？これはドイツ語で使われてるなみたいな。ドイツって限らず海外で使われてるって考えると、カラオケとかじゃない？ああ、そうだね。以上。わかりません。すごい。じゃあカラオケからスタートしようかな。もちろんカラオケはドイツ語に使われています。ドイツ語で発音するとカラオケだから、まあその英語でキャリオーケーみたいなことにはならない。キャリオーケーだね。そう、カラオケどっちかというとなんか日本語に近い。あ、そうだね。カラオケ自体はちょっとドイツと日本が違いがある。日本でカラオケをすると、カラオケボックスで友達とワイワイして飲みながら、みんなが歌う歌うって感じでしょ。うん、そうだね。ドイツと他の海外の国でもパブとかでステージが置いてあって、うん、あ、でそこで自分が歌いたい歌を1個とか2個選んでステージに登って、スタンドマイクがあって、そこでみんなの前でカラオケをする。知らない人の前で歌わなきゃいけないってことでしょ。うう歌いたかったら、うん、残念ながら日本のカラオケボックスがない。カラオケはドイツ語にも使われています。言ったら伝わるけど、カラオケボックスの話をドイツ人にするとちょっと説明が必要かもしれない。うん、次、ドイツで使われている日本語の言葉は折り紙。折り紙？はい。あのこう鶴の折り紙とか。そうそうそう。あれに使われるんだ海外。ドイツ語で発音すると折り紙。めっちゃ似てるじゃん。本当に日本人が思ってると同じ使い方で、子供とかがやったりする。それは何？ドイツの子供たちはこの文化が日本から来たってことを理解した上でこう遊んでるの？いや、折り紙がもともと日本語だよって分かってんの？分からないと思う。あ、分かってない。なんかドイツ特有のあるのデザインとか、日本だったら鶴がさ日本っぽいし、そうだ、誰でもやるね。ドイツだったらみんなこれが折れるよみたいなやつあるの？船。なんか2種類の船があって、ちょっと写真があればここに入れておきたいなと。子どもの遊びとして折り紙は使われている。子どもの遊びの話をすると、たまごっちが、たまごっち、ちょっと懐かしい。昔の話。俺が小学校の時とかじゃない？こんぐらいのちっちゃいボタン3個か4個しかついてないけど、なんか餌あげたりトイレの掃除したりとかしないと死んじゃうやつでしょ。そうそう。たまごち自体もドイツにはあったし、でそのままでたまごちという名前で売られてました。欲しかったけど、うん、両親が買ってくれなかった。たまごち、それは英語でしょ。なんて言うのドイツ語？たまごち。あ、めっちゃ一緒じゃん日本語と。たまごち。で、もうちょっと大人のゲームは数読。ああ、新聞とかについてるやつね。あのね、あの 9個のマスがあって、うん、それになんか1から9の数字を入れなきゃいけないやつがあるでしょ。うんうん、で、ドイツにもあります。ちなみにドイツ語の数読の発音はズドーク？全然ちゃうよ。だからそう。ズドークになってるよ。でもちなみにそれは日本から来てることを私もなんかあんまり気づいてなかった。日本に来て日本語を学んで、ああ、そっか、これなんか日本語だなって。まあ日本のいろんなものが世界に広がるでしょ。数読はその一つ。タカにクイズです。はい。リクシャーと言ったら何が想像するの？リクシャー。あのインドのリクシャー。リクシャー。あ、わかった、人力車。そうだよ、当たった。人力車。そう、あのドイツのリクシャーという言葉が日本の人力車から来てる。え、それ日本語なの？もともとリクシャ。そうだよ。インドにもあったじゃん、リクシャ。そうだよ。あの自転車漕いで後ろに人が乗るところがあって、リクシャ。え、日本の人力車なの？元々。そうだよ。マジで知らんかった。インドとかバングラデシュは自転車が引っ張るじゃん。日本の人力車は人ってつくから人がこう走るじゃん。そう。ドイツは何？
自転車がついてるとかバイクとかモーターで引っ張るとか、だからジンじゃなくて力車でこう力車にしたのかな。いやただ単純に短くしたのかな。そう、短くしただけかもしれない。ちょっとどこから来てるか、いつから使われているかちょっとわからない。人力車、力車、まあ言われてみるとそうだね、一緒だね。人力車の人が力車だね。次はちょっと暗い話に行きますか。悪魔ってこと？あ、じゃなくて過労死とか。あー過労死ね。だってそれ日本の社会問題じゃん。で、まあドイツ語だとこう、うん、ニュースになったり、うん、過労死で人が死んだみたいな、うん、ニュースがドイツでなったら、まあ過労死がよく書いてあるので、海外の人は日本の人がオーバーワークして死んじゃうってことを社会問題ってことを認識してることね。次に暗い言葉が腹切りです。腹切り、日本人はあの切腹と言うけど、ドイツ人は自殺したみたいなことを言いたいなら、うん、腹切りという。恥ずかしい経験とかをした時に、うん、そう、それだったらなんか I have to kill myself みたいな話の中でこう腹切りという言葉が普通に出ることがある、うん、切腹と言ったら誰でもわかんない。なんで腹切りになったんだろう。なんででしょうね。切腹、切腹って言うからね、使わないけどね、今の時代で切腹とか腹切りとか、ね、だからあのドイツだとなんか軽く冗談とかで使うけど使わない。そこはそういうのが使えないって感じ。人生で多分使ったことない。友達とかとの会話で切腹とかなんて多分海外の言葉を使おうとそんなに重たく感じないかもしれない。だから、ドイツ人は腹切りっていう時に別になんかそのカジュアルで使ってることでしょ。そうそうそう。次は食べ物。おお、天ぷら。天ぷらとかお寿司とかね。ラーメン。ドイツ人はうどんとか。日本のおいそばとか。ドイツ人が、まあ、日本食が大好きで、その日本語の料理の名前を覚えて、ドイツ語でも通じることになった。寿司とかラーメンとか。でも日本語から来てるのが分からなくて使われている言葉が2つあります、うんうん。だからドイツ人としてはこれ日本から来たと思ってないけど使っちゃってる言葉があるってことね、はい、日本語の言葉が、はい、なんだろう。一つはシイタケ。おお、しいたけ。うん、私なんかずっと知らなかったよ。しいたけは日本のマッシュルームっていうのは知らなかった。で、しいたけは海外でも通じるってことか。だからドイツで通じるってことか。うん、通じる。しいたけ、でもしいたけって通じるの。しいたけ。ああ、ちょっとはそのなイントネーション変わるけど、めっちゃ日本語っぽいけどね。なんで気づかないんだろうね、ドイツ人は。シイタケってなんか天ぷらとなんか似てない？イントネーション。そうかな、違う。だからなんか日本、これ日本から来たのかなって思ってもいいけどね。で、もう一つはすり身。ああ、魚をすってそれを練り物にしたすり身。海外の人すり身あんま好きそうじゃないよね。食感とかさ、匂いとかがあんま受け入れられない感じするよね。でも一応ドイツには売ってるし、すり身はすり身っていう通じる言葉が使われている。で、多分これ今紹介した言葉が、まあ、意外な言葉は多かった気がするけど、すり身なんて使われてると思ってなかったしね。で、これからはちょっとささっとみんなが思っている日本語がこれもドイツ語で通じるよっていうちょっとリストアップしようかな。まずはスポーツです。空手とか柔道とかは普通に人がやってるし、カラテ、うん、カラテ、柔道、柔道じゃなくて柔道じゃなくて、うん、柔道、もう言葉違う。まあね。で、まあスーモももちろん通じるけど、あんまり誰もスーモやらない。スーモ、部屋探しのスーモ。お部屋探しのスーモの話してる。誰かねえぞ。スモ、これどうすかね。それそれ、スモ。スモ、日本だとスモ。いや、スモ。ドイツ語だとスーモになっちゃうから。うん、スーモ。なんとあれだね、ちょっと変わるんだね。ね、柔道が柔道になって。相撲がズーモーになるんだ。うん、まあそれはまあドイツ人が書いてあることを読んでるから、まあそっかそっかそっか、ドイツ語の慣れているイントネーションで読むからじゃない。日本もカタカナ英語をこう取り入れて、うん、英語の発音じゃなくて日本チックの発音になるから一緒か。そうだね。で、まあスポーツ以外ももちろんなんか他の日本の文化がドイツに来てる。例えばいけばなとか着物とかも普通に通じるし、抹茶とかも通じるんじゃない？あ、抹茶もめっちゃ人気があって、ね、そうだよね、みんな
今のところはまあもうわかると思う。和菓子とかは通じないのかな。ジャパニーズスナックなの、それはジャパニーズスイートかな。残念ながらそこまで。餅はちょっとだけ日本に興味がある人は大体わかる。あ、ライスケーキ。扇子とかは、うちはまあない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 。サムライと忍者はもちろん。ああ、てかあれだよね、海外でちょっと田舎の方とか行くと、はい、まだ日本には忍者がいるよねとか、侍がいるよねって言ってる人いるよね、マジで。いるいるいる。いや、もういないよっていう。何年前の話してんのっていう。でもなんかみんな忍者があってほしいからじゃない。まあ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 。で、最後に、うん、みんなが知ってるこの日本語はもちろんドイツ語にも通じます、うん、アニメ、漫画、コスプレ、オタクとかもね。オタクもね。まあ、それって日本の文化だもんね。そうだね。この文化はまあ世界には広がったし、うん、もちろんドイツにも来て、漫画とアニメは大好きな人もいっぱいいるし、うん、こう私はオタクだよっていう人もいるし、うんうん、こうコスプレが好きな人もいるし、だからむしろさて、そこから日本の文化を好きになる。そこから日本を知ってくれて日本語の勉強し始める人も多いからね。めっちゃ多い。アニメで入りましたとか、漫画でナルトが大好きですとか、ドラゴンボール大好きですとか、いっぱいいるよね、はい、この動画ではドイツで使われている日本語を紹介しました。なんか勉強になりましたか。みんなさんが全部はもう知ってたの。知らないと思うよ。なんかカラオケとかさ、天ぷらとかさ、はいはい、抹茶とか、ね、その辺、柔道とかはなんとなくイメージつくけど、ね、なんとなくイメージつく言葉も多いと思うけど、でもなんか意外とびっくりする言葉もいくつかあるんじゃない、うん、終わらせる前にインスタがやってることをちょっと言いたい。インスタがやってます。更新してます。たまに更新してます。Q&A の質問とかを募集したり、次にライブをやってることを報告したり、まあいろいろやろうとしてるので、うん、ぜひインスタのフォローもしてください。このビデオが面白かったならいいねボタン押してください。いつも通りみんなが頑張って、いや、違う、また3日後に次の動画がアップされるときにまたぜひ見てください。それで終わりにします。バイバーイ。